私たちエルフが私の皆さんにお伺いしようと思いますので、はい、お願いします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。オッケー、イエーイ。全編でそうなんなかったよ。もうギャルすぎてしまねえが。確かにね、はい、おばちゃんもやっていいよね。いや、そんな関係ないです。もう年齢は記号です。あ、そんな、なるほど。はい、全員ギャルですから。す、本当にサッカーについてより詳しくなってもらいたい。お願いします。さあ、ということでまず前回は11対11、サッカーのプレーする人数をお伝えさせてもらったんですけど、今日はですね、そのさらにポジションという各役割を聞きたい。これですね、11人まず行って、手を使えるのはゴールキーパーだけですよというのが、これがキーパーしっかり守る。でこの後他の10人はチームの作戦とかによって、なんていうか攻め何人守り何人とか自由に変えれるんですけど、キーパーの一つ前にいる人たちはディフェンスといいまして、主に守るのがお仕事なんです。でこれも本当に体を張ってですね、もうボールが来たらバインって返すぐらいの、体でガンって止めてくださるってことですか。そうです、もう触れ合って、もうバーンって、そう、すごい迫力。うわ、やっぱ結構サッカー選手の中でも大きい人とか多いです。素晴らしっこさ、スピード力というよりはこう大きさみたいな感じなんですか。あ、そうですね、ナイスバーディーの人が多いです。じゃあ多分ギャルこの辺に増えるでしょうね、きっと。ディフェンダーの人確かに、マッチョ好きの方はぜひこの辺の席をね取ってもらうと。確かに席も大事よ、それ。そう、ヨドコースタジアム特に、ちなみに5.8 メートルの距離でめっちゃ近くから見れますから、1列目。最高だ。すごい、今日もういろんな楽しみ方ができるんですね。そうなんですよ。このディフェンスっていうのは、まあ、守ると。守る。はい。はい、で続いてその一つ前がですね、ミッドフィルダーと言いまして。ミッドフィルダー。ミッドフィルダー。これはですね、攻めもするし守りもするしって結構あちこち大活躍するポジションです。攻めるでってなったら、この人たちがまず攻撃を組み立てるみたいな、これが今で流行りで言うとボランチっていう。あ、聞いたことあります。ボランチ、ボランチ、こっからしっかり攻撃も攻めるし、守りもいち早くこのディフェンスところまでボールが行く前にここでしっかり守るという。攻めるときは攻めて、やばいと思ったら守りにすぐ移動して、そう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 、でマッチ系みたいな指示もしたりする、すごい司令塔的なところですね。指示まで。そうなんです。すごっ。最後一番、まあ花形といえば花形のところが、まあ、攻め、もうゴールを入れるポジションがフォワード。フォワード。攻撃がもう主な仕事、もう点を入れて1点取って勝つぞっていう、1点2点もいっぱい取ってくれるのが仕事っていう、大きく分けて、まあ、攻めどっちもやります、守りで守護神みたいな感じで覚えておいてもらうと、より分かりやすいんじゃないかと思います。確かにサッカー見てる時もとりあえず選手が走ってるっていうイメージでしか見れてなかったんで。分からなかった。確かに確かに。あ、だからこの選手は今こういう役割のもとこう動いてはるんだとか、うんうんうん、ちょっとほんまに見方がガラッと多分変わります。うん、あれはあれは、あれは何ですか、聞こう聞こう、1人ずつ蹴るやつ、 PK、 PK、 あ、 PK は試合中に PK する場合っていうのは、これがさっきお伝えしたペナルティエリア、はい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 、この中でちょっと蹴るつもりはなかったけど、まあ蹴っちゃったりとか、はいはい、そういうやってはいけない行為があった場合に、この中だとこれまたスペシャルラッキーチャンスで、このまま誰にも邪魔されずにシュートを蹴れますよっていうのが PK なんです。キーパー VS キッカーのってことですよね。そう、1対1で。はぁ、なんかいっぱいわーっていっぱい、なんかいっぱい並んでみんながいやーってやるやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれなんですか。それフリーキックでして、ペナルティエリア、その外側でちょっと蹴っちゃったとか当たっちゃったってファウルがあった場合、1回で1回で1回蹴っちゃったら1回フリーキックっていうので、この人バーンって蹴った時にうわーってやってるか分かんないけど、このヘディングしたりとか。手を上げてハンドダメですもんね。そうなんですよ。そりゃそうか。そこでここ壁作ってっていうことかな、はい、あ、絶対それです。絶対それです。はー、PK とはまた全然ちゃうものやったよな、私らが言ってた。そうや、ね、ちなみにですね、はい、この、あ、しまっちゃった、すごい悪いことしたらこれでレッドカードってなったら一発退場。一発退場、わざともう決まるからってそうやったらもうさ、レッドカードや、もうグー出てますけど、そ なんかそんないじけてる選手見たことないって、チンってやったらもうそらダメ。そらレッドカードですよね。そうなんです。でその間がイエローカードで、これが1試合に2枚出ると退場になっちゃう。もう試合の途中でもちょっと出ていってくださいってなっちゃうという。はあ、メダルは何ですか。あ、
寝ちゃいました。これちなみにこれはグリーンカードと言いまして、プロの試合ではあまり出てこないんですけど、小学生とかキッズを教えるときに悪いことだけを言うのもなんかなっていうので、いいことしたときにいいことしました、そういうの大好き、めっちゃいいや、みんなハッピネスになるでしょ。じゃあいいこと起きたらさ、ナイナイさんグリーンカードですとか言ったら世界が平和になりそう。そうでしょ、もうみんなハッピネスになります。それハッシュタグです、ハッピネスはこう。すいません、やっぱりじゃあいらんねんそれの。練習しておきます。本当に勉強だったね。本当に島根グリーンカードでした。本当にいやいや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これでね、私たちも試合見に行かせてもらった時にちょっとでもうより楽しみ見れると思います、ぜひ見に来てください。本当にありがとうございます。みんなウェル行こう、遊びに行こう。